今日はアメリカ人が有名な日本人女優の年齢を当てるという動画を見ながら、ネイティブの英語が聞き取りやすくなるコツを教えます。このリスニングのコツを知っているだけで英語がぐんと聞き取りやすくなりますよ。そして日本人は美魔女なんです。では早速動画をお見せします。Oh, she's so cute. She has a very youthful look, which is kind of throwing me off. Like, I want to say 33, but I know that's probably wrong. So, 46 is my final answer. 52? Oh, she looks like she's 33. I think if we were next to each other, we would probably look like we're around the same age. She looks younger than me, and I'm not even 30 yet. Oh, wow. 字幕をつけて流しましたが、文字で見ると簡単なのに聞き取りにくいって感じた方いますか？これはリンキングやリダクションが発生することで、自分が文字ベースで覚えているものと違う音に聞こえるから分かりにくいんです。細かく言うといろいろあるんですが、今日はざっくり説明します。リンキングは子音で終わる単語の後に A、E、I、O、U の母音で始まる単語が来るとき、音がつながって聞こえやすいってまずは覚えてみてください。例えばサノバビッチですね、クソや畜生という意味ですが、もはや一つの単語に聞こえるのはこのリンキングが発生してるからです。リダクションは破裂音と呼ばれる P、B、T、D、K、G で単語が終わり、次子音で始まる単語が来る場合、破裂音である P、B、T、D、K、G の音が消えやすいって覚えてみてください。例えば、It was not my intention. そういうつもりではありませんでしたという意味ですが、T が両方とも落ちて聞こえるのはこのリダクションが発生してるからです。これだけ知っておくだけでリスニングがぐんと楽になります。そのロジックに照らし合わせ動画の文章の音を分析していきましょう。この文章ではリンキングとして has a, fits, kind of がつながって聞こえてくるはずです。リダクションでは look の k, throwing の g が落ちて聞こえるはずです。次の文章を見ていきます。want to が崩れた形が wanna です。よく使われますし、動画でも wanna で発音されています。そして次はフラップ t という現象とリンキングが出てきます。フラップ T はアメリカ英語に特有ですので、雑学として覚えてみてください。ざっくり説明すると、T が母音と母音に挟まれた時、ソフトな印象の音に変わる現象になります。アメリカ人からすると D っぽいサウンドに聞こえるらしいんですけれども、日本人の私たちとしてはどちらかというと、日本語のラリルレロの音に近く聞こえます。なので、バッアイがバライに聞こえますね。動画を再度お見せする前に、今までの内容が少しでも参考になったようでしたならば、いいねとチャンネル登録をお願いします。今後も旬なトピックで英語がちょっと上達するポイントを上げていきますので、よろしくお願いいたします。では説明した部分の動画を流します。She has a very youthful look, which is kind of throwing me off. Like, I want to say 33, but I know that's probably wrong. どうですか？あらかじめどこがリンキング、リダクションになるか知っているだけでぐんと聞き取りやすくなりませんでしたか？日本人のあの有名な女優の国籍をアメリカ人が思いっきり勘違いしている根拠が笑えるっていう動画も出しています。さらに英語の勉強をされたい方はそちらも合わせてご確認願います。リンクも貼っておきます。今日はありがとうございました。またね。美味しい。